神奈川の方からですね、まあ、この辺をなんか亀岡とかいろんなところを回ってこちらに来ていただいたんですけどね。で先ほどまではその竹取物語のねいろんなストーリーとかいうことで、で竹取物語にあるその不老不死の薬から中国の秦の始皇帝が徐北に命じて、蓬莱山行って不老不死の薬を取ってきなさいということで、まあ、来てたということをお話ししていたさせていただいたんですけどね。でそのなぜその不老不死の薬を取りに来るのに3000人のね道断道女も連れてきてるんです。道断道女、つまり子供、秦の始皇帝から譲り受けた優秀な子供たちをですね100隻の船に乗せて連れてきてるんですね。でしかも100人の工人、それから五穀ですね、お米とか麦とかあとか冷えとかそういうなものを一緒に持ってきて、で実はだから不老不死の薬を目的のように書かれてるんですけど、実際は秦の始皇帝もいずれ滅ぶ、ですから秦の始皇帝も中国におってももうその一族は滅ぼされることがあるので、今のうちに理想の国である蓬莱山のある、まあ、現在の日本の和国なんですけど、そこへ行って子孫を繁栄させそうということで3000人の道断道女を送ったんじゃないか、老子の薬を探すのに子供はいらないと思うんですよね。でその来たのが徐北が来たのが、まあ、奄美であったと。で奄美というのはどちらかと言いますと最近分かってきたんですけど、ペルシャ、つまりチグリス・ユーフラテス川で、文明が栄えましたね、雲台文明の一つ、はい、そこにいたシュメール、シュメールってことですかね、はい、シュメール人、3000年から5000年前ぐらいに現代よりもさらに発展した文化を持ってた人たちが住んでいた。で天文学的な知識を持ち鉄を作ったりする技術もすでに持っていたと言われてますね。でその人たちがその星座の犬座を頼りにインド洋マラッカ海峡から黒潮に乗って日本へ近づいてるんですね。で最初にたどり着いたところは奄美へ来たと言われてるんですね。これは蒙古から来た人たちが日本で人たちと研究してですね、寝食を共にして研究した結果分かった奄美。奄美というのはその向こうのシュメール語では海王民というらしいですね。あ、そこに最初にたどり着いてるんです。まさにその今言ってるこの徐北が来たところもその場所なんです、奄美。その奄美の中でも私は徳之島やないかな、徳之島だったら非常にいろんなあのものがたくさんあってですね。でその徐北が来た後その400年後紀元230年頃に卑弥呼の邪馬台国が誕生してますね、うん、でその場所がこの徳之島であって、魏志倭人伝を読むとですね、もう魏志倭人伝の 99% がですねこの徳之島に当てはまるんです。それを展示している場所、魏志倭人伝読まれましたかね、興味ありますかね。いや、ね、元はあの部分部分でしか読んでないんですけど、ああそうなの、はい、うん、どのあたりに興味ありますか、魏志倭人伝。やっぱあれですよね、あの伊都国とか、そうそう、伊都国からあと邪馬台国のまで場所を説明するするあそこが、方角とかね、距離とかね、どこやと思ってあります。僕は九州北部じゃないかなと。ああ九州北部ね、だからいとこからこう放射状にこう、そうですね、行ったという感じですわね。まあ、ただ大砲軍から邪馬台国まで1万2000里というようにこうなってますでしょ、大砲軍、つまり朝鮮半島からね、酪農の南東の方角にね、1万2000里なんですよ。だから九州北部だったら1万2000里はもう1万里ぐらいでもう1万里弱で行けるんですよね、はい、だから距離的にも合わないわけですね。だからその九州説の人はこの朝鮮半島ぐるっとこう回ってですね、プサンまで行って、プサンからこの島をずーずーこう曲がってんで伊都国の九州の北部まで行ったと。でその後はこっち放射状にこう行った、その全ての距離をね、はい、表して1万2000里だとおっしゃるわけですね。そうですね、だ通常そんなこと言わないの、
だからいとこからこう放射線に行ったその距離も全部足さないと1万2000にならない。そんなこと言わないでしょ。向こうからソウルから邪馬台国までこうぐるっとぐるっとだいたいちょっと曲がったぐらいの距離は入れるかもしれないけども、その放射状に行ったその距離までが合計してね1万2000里だというような表現もまあするのおかしいんじゃないかと。いやだからそれはその魏志倭人伝を書いた人がね実際に行って書いたんじゃないから、そういう間違いがあるんだと。ヤマトの場合はこの地図が90度下向いてたと、だから南へ南へと書いてあるんだけど、ヤマトが南にあったという表現をまあするんですけどね。ただそのヤマト説はもうとんでもない説なんですね。これは古事記日本書紀が日本の最初はヤマトにあったというところからもうこじつけで魏志倭人伝に書いてあることは全て間違いだということでヤマト説を述べておられるんですけどね。九州説の場合はある程度合うわけですね。ただ距離的にはその放射状にとかね、100里いとこから100里行ったところに何とか100里行ったところにあるとかいろいろこう、まあ、ここにも書いてあるんですけど、はい、もうその辺が方角的に全然北部だったら合わないんですよね、はい、うん、船で20日行ってそのなんていうのかな、東馬国にね行くのに20日も船に乗ればですね、いくら小さい船であっても20日も乗ればどこへ行くのかと、その九州の北部で20日も船に乗ったらもうずっと南の方行ってしまうだろうというにもかかわらず北部説を皆さん述べておられるね、おかしいわけですね。だからこれにきっちりその魏志倭人伝にきっちりしたものを当てはめていけば南西諸島の奄美の方になるわけですね。で皆さんが九州南やということは分かっておられるわけですね。ところがそこには歴史がないというところから否定されてそれは間違いないということから発してそういう九州の北部説とかから日向説とかいうことがまあ出てきているということですね。でも魏志倭伝にきっちり合うところがあればそれに越したことない。しかもその入れ墨で長寿の島と書いてますね。で年中温暖であったと、はい、ね、でシャーマンがいたと、で、未曽であったと、山は土で山は赤土であったというのはここにまあ展示してあるんですけど、卑弥呼の遺体がこれ、ね、弥生時代の遺体が見つかってるんです。で卑弥呼の像もね、はい、で長寿の島ね、ギネスブックに載った泉茂千代さんね、ちゃんといらっしゃる。で女性の方もね、ギネスブックに載った人もいらっしゃるし、でシャーマンとしてはノロユタがはるか昔からいる、ノロユタというのがね、あそうですか、はい、でジョークが来た座像もあると、ジョークの座像もあるということで、でこの山には丹があるとね、この、はい、この州ですわな、州とは違うんだけど結局、うん、アルカリ質の土なので、それが錆びてこういう色を託すわけですね。こういう色なんですよね。こういう色でなかったらヤマトではこんな色の土はないですもん、ね、九州ではあるのかどうか知らないんだけどね、まあそういうところからもう全然違うわけですよ。ならこの徳之島やったらほとんど合うんです。まあほとんどや 99% 合うんです。まあ 100% で言ってもいいんですけどね、でこうこの距離的にもこれ全部こう南へ南へ南東へ南北で南へ南へと書いてあるからね。でしかも先ほど申してますように大砲軍から東南に1万2000里でしょ、ソウルあたりからね、はい、で東野から東、東野の東であると書いてあるわけね、はい、東野つまり福建省ですね、今の中国の福建省の、ま、はい、東の方にあると書いてある。ところが一般に福建省の東というのはこれ本当はこの徳之島あるいは奄美、はい、沖縄あたりになるんですけど、はい、我々が見る日本列島の地図というのはこんな立ってないんですね、うん、そうです縦向きの地図にしながらもう寝てるんです、ね、こういうメルカトルなんでこう寝てると ね、ちょうどその福建省あたりからこう見るとですね、九州のまああたりに見えるんですよ、こう真横が、
実は違うわけね、これで九州説の方は間違っておられるんだね。いつも言われるんだ、立ってるんですよ、これが正解なんですよ、地球は丸いから、緯度をちゃんと見ないとダメなんですよね、それ間違っておられる。まあそういうこともあるし、あとまあお話してるといろいろあるんですけど、一番面白いのはこのうちの研究員が見つけてきたこの地図なんですよ。ここ近づいていただくとね、ここにね、和国のね地図があるんです、はい、で上に日本国があって、下に和と書いてあって、さらに下に大琉球と書いてあるんですね、はい、ここにね。でちゃんと和が非常に大きいんですけど、はい、こんな大きい島はまあないんですわな、ないんだけど、うちまあこれ来られた方たちがね、そのなんでやろうと聞いたら、いや重要やったから大きく変えたん違いますかと、あこれ中国人が変えた地図なんですよ、重要やったから和大きく変えたんだ、あなるほどな、まあ、しかし日本国で変えたし大琉球で変えたのがそんなむちゃくちゃ古くはないだろうと、日本国と、ね、いうことがまあ言われるんだけど、しかしこの和というのは非常に重要視して中国人が書いた地図があって、その場所が大琉球と日本国のちょうど真ん中あたりにある島がね、まさにこの南西諸島のこのあたりを指してるんじゃないかなと、和国、つまり邪馬台国和国と言ってましたからね、それもバッチリ当てはまるし、で ある時にね、毎日新聞のね、大阪から来たそういう専門のこういう魏志倭人伝なんかは、そういうのは古代の歴史を詳しい記者が来られたんですよ、はい、で邪馬台国述べてるんだけどと言って言ってたらね、はい、いや久美さん、この魏志倭人伝の邪馬台国の東にも島があったと、はい、に書いてますねというわけですよ、うん、確かに書いてますね、まあ、奄美のその東の方に島はないでしょとおっしゃる、はい、うん、確かに奄美の東には島がないですね、 今の地図では、ところがね、これ国際古地図学会というのがありましてね、はい、この地図の中にですね、これを見るとね、島があるんですよ、ここに日本列島があって、はい、朝鮮大陸中国があって、島がたくさんあるんです、大明海というところに、ね、島たくさんあるんです、だからかつて島があったわけですよ。だから地殻変動で下にこうなったのか、あるいは海の水が上がったので、沈んでしまったのか、ここは分からないんですけど、はい、まあ、地殻変動が、まあ、あったんじゃないかな、太平洋の中の島ですからね、はい、そういうふうに私は思う、だちゃんとあったんですよ、だから昔の人はやっぱりちゃんと用意してたんやなと。で今Google Earth っていうのあるでしょ、はい、ネットであれ調べたんですよ、 Google Earth で見てもね、ええ、あ上から見てもその島影のような海の中にポツポツとこう、はい、3カ所ほどね、あ島らしいものが見える、あるんですね、あるんです、あバカにならんね、あれ海の、だから案外浅いところにそういう島があったという形跡が確かに見られるんです、ちょうどこの奄美の東、だから私は確信を持ったんです、だから毎日新聞がこういうのはないでしょと言われたのがもう 100% 分かったということですね、だからもう 99% もう当たっているということですね。であとね、これこの間もね、この未曽というのはどうですかね、あの身の位置にね、あの人を埋めるというね、身の国って言うでしょ、美濃国といってね、あよくあの時代劇なんかに出てくるんですけど、はい、あの日が変わる直前の55分の位置に、ね、5分前、あその美濃国です、美濃国、あその方角に亡くなった方を埋めるんです、はい、うん、その魏志倭人の中に未曽と書いてあるんです、で葬儀は美濃位置にの角度に、まあ、埋めるという意味じゃないかなと思うんですけどね、まさにそれが徳之島であの辺りではもう常識なんです、一般の人もそう、この辺りでそんなこと言わないね、北向きに亡くなった方はまあ寝かすとか言うて、そんなんするけど、古墳に埋める時にそんなことは私聞いたことない、や九州ではありますかね、そんな聞かれて、いや聞かれて、まあ、多分ないと思いますよ、そんなのね、それがバッチリなんですよ、
うん、でしかもねこの缶はあるがね、はい、外箱はなしと書いてあるわけね、はい、缶はあるんですわ、はい、ところがお缶はこうあるわけ、外箱がない、うん、つまりこう普通の石でこう上をこうバンと乗せますわね、はい、大和の古墳なんかではね、はい、その缶は上はもうだからもう開けっぱなしで土葬やというわけです。だから核はあるわけですね。缶はある。缶というのはまあこう入れるやつですな。で蓋がないということですよな。要するに蓋の部分がないと、外箱がないという、ね。だから土をそのままもう埋めるということですな。それバッチリその通りなんです。この弥生時代みたいな。これ昭和の初めぐらいだとか、いや中頃ぐらいかなに発掘されたんですけどね。弥生時代の遺体で、ちょうど卑弥呼がおった時の遺体でシャーマンであるということが分かっている。で地元ではこれ卑弥呼とは言ってませんけど、それはそこまで分からないから、ある人は言ってるね、関心のある人はね言っておられるんですけどね、卑弥呼の遺体まで見つかっているというね、こう世にも不思議な物語のように思われるんですけども、この魏志倭人伝にバッチリの、はい、場所が、まあ、奄美の徳之島に、その卑弥呼の邪馬台国があったと。で徳之島行ったんですよ、もちろんね。行って調べてきたら、前方後円後円墳的な、まあ、古墳もあった。でただこの卑弥呼のあれは、その遺体は、はい、その前方後円のところに埋めたら、かも発掘さ洞窟されて発掘されるから、はい、だと思うんですけど、洞窟の奥の奥の奥に埋めてたんですね。でそこには姫ハムがおるということで、毒蛇がおるわけ。だから誰もその中に入ることはなかった、弥生時代からずっと。で手前の方だけが貝塚として使われていた。で地元の人たちの、まあ、古墳として、墓として使われていたわけですね。だからわからなかったんだ。でたまたま洪水があってね、洞窟の上の方から水が大量に流れ出てきて、その上が現れたので、はい、その昔 の, その貝塚が見つかったわけですね、入り口のあたり。それでどういう貝塚やるということで、その鹿児島大学の人たちかなが来て、その発掘をしだしたわけですね。で奥の方まで行ったら、はい、なんか大きい石があって、それを抜けるとですね、これが見つかった。あ、でも大変なことになってね、はい、でどういうふうにこれを発掘するのかということで、しばらくそのまま置かれてて、でその後、まあ、発掘が精密な発掘が行われて、埋められたそのままの姿で残ってたと、はい、弥生時代であったということも分かって、現在徳之島 の, その資料館にね保存されてるんですけどね、いつも見られるんですけど。でこれが弥生時代のちょうど卑弥呼のいた時代の、なんでこんな弥生時代の遺骨がね、はい、未だに残ってるのか、不思議ですわな。腐らないのかということですわな。腐らないんです、ここは。アルカリ質やから腐らないんですよ。アルカリ質、つまりかつて、徳之島は海の下に沈んでたんですね。でそれがこう隆起してですね、したもんだから、まあ、鍾乳洞のようなものがたくさん現在でもあるわけです、はい、ですからそこからの水が流れてきてるから、土自体がもうアルカリ性の土であったから腐らなかったんです、ね、そういうことがまあ幸いしてるんですね。まあそういうことがまあまあ分かってきたということで、まあ、私たちはここは、まあ、邪馬台国に間違いない。でしかもこの地下に埋まってるこの岩ですね、千枚岩というんですけど、この千枚岩がですね、この科学分析したらですね、老化防止の効果があったということが分かったんです。だこの水を、ここから出る岩清水を皆さんがずっと先祖代々こう飲んでおられたので、不老長寿の村であったんですね。これは分かった。だから水が大事なんですね、今ね。そうで一部にはね、石器時代のねこう石なんかは見つかってるんですけどね。だからかなり古いやっぱり時代のそういう遺跡がたくさんあったということで、どうですかこの説。いや
ちょっと驚いちゃって驚きますね。だいたい山本説か九州説、うん、最近九州説の方がね、濃厚になってきてるんですけど、まあ、私は九州ではないだろう。九州ではもうこのあれでもね、きっとそうですね、当てはまらないんですよ、ね、まあ書かれてることがね、まあ嘘なんだと言っていけば、もうそれはもう、まあ、それが正しいのかどうか分かりませんけど、しかし西和田に載ってる奉仕という、はい、そうすごいやっぱりそういうものに勉強してきた人たちがですね、はい、この和人伝というものをね書いてるわけですから、そこに書いてるものがズバリあるものがあれば、まあ私はそこは正解ない。ただ日本のその学会とかね、国とか、そういうところはたとえこういうのが出てきても、今までの勉強していて発表した人たちの歴史を覆してしまうでしょ。だからその長いしがらみがあるわけですね。だからいろんな新しいものが見つかっても一切認めない、これが日本の歴史なんですよね。そういう傾向にあるから、これはもう私が生きてるうち間にはまあこれ確定することはないと思うんだけど、まあ、ただこの千枚川をね、ちょっとこれね、水に入れて、ね、飲んでるんですよ。これで私が80歳、90歳、100歳まで生きられたら、まさにこれが不老長寿の薬をまあ実証したことになるんですけどね、まあ、その頃まで生きたら、まあ、あとまあ40年、30年ほどかな、30年ほどかかって、これをやいやいわんわん言うに、インターネットでやり、YouTube でやり、バンバンやっていけば、いずれも認めざるを得ない時期が来るんじゃないかなと思いますね。まあ、これはもう自信持ってね、私ね、はい、私のもうライフワークとしてですね、あの、ビテンさんと一緒にやるでしょ、有名なね、あの、山太郎を書いたね、なんとかビテンさん、九州説の方々がね、あの人なんかね、面白かった。安本ビテンさん。ね、九州説の、ね、もうたくさんの、もう数十冊の本を書いておられる方が、ね、いらっしゃるでしょ。あの方がね、この前ちょっと見たら、YouTube でね、この邪馬台国の説はもういろんな人たちが、まあ、いろんな説を、まあ、述べておられると、ね、で一部にはその定年退職の余生の研究者として、そういう人たちが現れてですね、とんでもない説を述べておられると、まあ、おっしゃっておられるんだけど、それが、まあ、私のこの説にもつながるんですけどね、まあ、ほっといてくれあの人の言うてるのなんかも全然間違ってますよ、私から言えばね。それとあの人は言ってる九州説、だから四国説も最近出てきましたな、四国説は四国説の人を、まあ、有利なように述べられるし、大和説は大和説で日本列島は傾いとったよと、地殻変動が起こったよと、飛鳥さんというのはご存知ですか、あの人なんかはいやいやもう日本列島はもう南傾いとったよと、だからもう大和やと話してたわけね、地殻変動で日本列島がやね、今の状態にビャーッとこう戻ったんやと、日本列島が戻った、あそんなことまでもう出てくるわけですからね、まあ、その日本列島がこう向いてるという地図はね、もう各所これそれ以外の地図にちゃんときっちりした地図もあるんですよ。これはよく似てるんですよね、龍谷大学で見つかったね、でそれが行基図を頼りにしてやったとか言うんですけど、もうとんでもない話ですわ。大和説を位置づけるためにそのなんていうの、わざわざ、はい、その地図を例に持ってきたというだけの話でね。であとね、この、まあ、あの邪馬台国とはちょっと、まあ、関連はするんですけど、先ほど申してましたその、まあ、あのイスラエルのユダヤからやってきた人たちが日本の十種族に、はい、全部来てると、シルクロードを伝って陸のシルクロード、それから海のシルクロードを伝って日本に来てるわけですね、たどり着いてるわけですね。でそういう人たちが日本へやってきて、日本人の、まあ、縄文人と混血を繰り返してですね、で現在の日本があるということで、で一番最初にお話しているのが菊の御紋ですわね、このパスポートあるんですけど、はい、この18弁っていうのかな、16弁でもいいんですけど、これがイスラエル そのエルサレムの神殿にの門の上にですね、あの写真がある、まあ、写真撮ってきたんですけどね、はい、同じものがあるわけです。だから日本の帝と言われる天皇もここから来てる。だから一般的にはもうこのガド族がね、帝になったと、
リガドがミカドに、ガド族がミカドになったというのも一つの説として面白いな。でさらにミコシですわね、日本の古いミコシが4人で担ぐんですよね、このようにね。で上に鳳凰がおるでしょ、はい、まさにこれ日本のミコシと一緒なの。これは向こうのユダヤの契約の箱なんですよね。でご存知ですかね、この契約の箱って、ね、これ石板が3つ入ってる、旧約聖書の書いたね。これ今向こうの人たちが日本へ来て探してる。ね、四国の剣さんなんかへ来てですね、アミシャムとかいう人たちが来て、あれは第二次世界大戦後のいろんな人たちが来てこう探してるんです。未だにまあ見つからないんですけどね、まあ、これがまさにもう日本のその神道というのがですね、イスラエルのその向こうから来てるということを表すまあ証拠ですね。それからダビデの星と言われるこの三角形をこう二重にした、それがこの私向こうの、あのシナゴーグというところを見に行ってきてね、一番古いシナゴーグの中に礎石にですね、石に彫ったね、ダビデの星のマークがね あるんですよね。これが日本の神道やと。でかつては京都の北部のこの神社にですね、そのあったんだけど、なんかそれが具合悪いので、なんかその灯籠かなんかにあったマークをもうなくしてしまったらしいんですけどね、この神社は。ここにまあ写真はあるんですけど、灯籠にね。だから日本の伊勢神道もまさにこっから来とるわけですよ。で日本のかつて その三木首相とかね、はい、その他の人たちも私たちの祖先は向こうから来たんですとぐっとおっしゃっておられるし、あの京都市内のね、三井三菱住友って 三大財閥あるでしょ、はい、三井家とか住友、三井家のまさに本家があるんですよ。その本家にちゃんとね、三つ鳥居がありますわ。三つの鳥居、あ三位一体を表す住友もそうでしょ、あ住友さんもそうなんですね。三井三菱住友、これはもうそういう人たちです。あだからそういう思想を持った人たち、つまり商売をうまくやるというね、そういう頭の賢い人たちが日本にやってきた人たちが日本の、まあ、財閥も抑えてるということに通ずるわけですね。で先ほど申しました京都のその広隆寺ですね、こういう弥勒菩薩像、これまあ写真置いてあるんですけど、まあ、手をこういうふうにこうするような、はい、これがまあ三位一体を表すということで、これは聖徳太子がこの像を送ったと言われてるんですけど、ただその聖徳太子というのは、まあ、その後のここに、まあ、建て祀られて聖徳太子になったんですけど、元は馬宿の巫女とか馬宿の王子とかね、まあ言いますわね。で今はその法隆寺の夢殿、八角形になった、そこに今、まあ、このなんていうの、聖徳太子と言われる像が、これ顔だけなんですけどね、置かれてるんですけど、それが聖徳太子と言われてるんですね、うん、でこの人はどうや、この人もどうやら向こうからやってきた、トルコとかね、トクティとかね、ああいうあたりからやってきた人たちと分かってきてるんですね。もちろん学会だとも言いませんね。でつまりそうということは、物部氏系列であり神道系であり聖書のそういう思想を持った人物であった。だからその当時遣隋使、隋へや隋の新しい文化を取り入れるために遣隋使とを従えたわけですよね。でその後殺されたとかね、はい、あれは一家もろとも抹殺されたとか、まことしやかに日本の学者の先生方はむちゃくちゃなことを言ってるんですけど、本当は向こうでいろんなことがあったのでふるさとへ帰ったということらしいですね。それは最新情報ですね。だから日本に古い時代から聖書が入ってきた、奈良時代の聖徳太子の頃は既にも入ってきた、それ以前、つまりもうにぎはやひの御事がこの降臨してですね、でこの京田辺の岩船神社へ降臨して、そのすぐ麓である、先ほど申しましたように富というところ、生駒の長曽根彦の娘さんから子供さんからもらって、その後のその物の部署を築いたわけですわね。だその時にはもうすでにそういう聖書の精神に入ってきてたということです。向こうからやってきた人です。だから古事記日本書紀に書いてあるその降臨してきたというのは